今回紹介するのは「運命の人」に「文春文庫」という本です山崎さんの作品は好きでよく読んでいます一巻で感じたちょっと古いかなという印象は二巻でも続きますがいよいよ裁判も始まり緊張感が出てきました今後白い巨頭の裁判シーンに並ぶものになるのか 楽しみです。山崎さんの取材力、構築力、何より勇気に拍手。何を言えば弓声に共感できないこと。横柄で傲慢で、新聞記者がそんなに偉いのと思います。が、これも時代ということで、現在3巻目を読んでます。ここでは、国民の知る権利と国家機密の取り扱いをめぐった裁判が始まり、 いよいよ著者の本領発揮という印象を受けました。巧みに論理をすり替えようとする検察に対し、弁護側はどう話を本筋に戻して争うかという心理戦が緊迫感を与えます。ほとんど一気に読んでしまいました。この巻では、まだまだ前哨戦、両者互角という感じです。時間が非常に楽しみです。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。